はい、こんにちは、黒パンです。今日もですね、今日もっていうか、まあ、久しぶり、まあ、事前に予告しての、配信は久しぶりなんですけれども、ですね、最近は、あれですね、天気がいい日が続いたんで、今日みたいななんか、やけにどんより曇ってる日は久しぶりだなっていう感じで。一応予定としては、まあ、1時間くらいやろうかなって思ってます。チューニングさせてください。そうですね、先日、ザバからクジラ青キノックスのライブ配信があって、それをまあ見てたんですけれども、あれですね、まあ、ザバからクジラ青キノックスの配信ライブっていうのは、今回初めてだったみたいなんですけど、まあ、何ですかね。ライブ自体は何年くらい前からやってるんですかね。20年以上やってるんですかね。実際に僕が行ったのは、でも一昨年、いつだったかな。岩本町の最後のやつには行けなかったんですね。その前の時に行ったんで、で、今回のが2年ぶりって言ってたんで、2年、だから3年前の時に行ったのかな。なんか大体毎年年末にやってる印象がありますね。なんで、なんていうか、年末のなんか忘年会みたいな、そういう雰囲気のライブなのかなって。で、大体演奏される曲も割と固定されてるっていうか、頻繁にやるとやっぱりレパートリーが同じだと飽きてきちゃうみたいなことがあるかもしれないですけれども、年に1回とか2回とかなんで、まあ大体毎回同じ曲をやりましょうみたいな感じなんですかね。レパートリーも増やしづらいのかなみたいな。でもザバからクジラ沖のクソで1枚CD が出てまして、パローマっていうアルバムがあるんですけど、そのアルバムに入ってる曲はちゃんとやった感じなんですかね、今回も多分。Twitter に投稿してないのか。
もやっていきましょうかね。で、まあ今日演奏しようと思っている曲は、まあ、そのザバカラクジラをキノクスでやった曲を多めにっていうか、まあそんな感じですかね。じゃあ始めたいと思います。明日を見ろか。
はい、カラーこの明日を明日を見る丘でした。どっちが正しい読み方なのかちょっと分かんなかったんですけど、一応ジャスラックのやつで調べたら明日を見る丘が盛大になってたんで、多分そっちだと思いますね。うん、これはカラフの、1枚目のアルバム、サイレント、デイズの3曲目でしたかね。次の曲行きましょうかね。次はこれも、サバカラクジラ青木ノックスで演奏された曲です。ザバダックの、サムシング・イン・ジ・エアーという曲です。不思議、あ、違う。不思議なですね。
サムシング・イン・ジ・エアでした。これ原曲アルバムに入ってるのよりもキーが1個上がってるんですね。まあ多分その方がコードチェンジが運指がやりやすいからだと思うんですけど、なんか原曲アルバムに入ってるものよりもなんかわりかしザワザクってキーが上がって演奏される曲、まあ、キラさんは多かったような気がしますね。人形たちの長い細いとか小さい宇宙とかも原曲よりも上で演奏してますね。はい、じゃあ次の曲いきますかね。これも同じくババカラクジラ青木の草で演奏された、曲ですね。ザワダクのマザーという。
しだけ少しだけ抱きしめていて、ララ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 。はい、マザーという曲でした。これはサムシングインジエアという、まあ、さっきやった曲と同じアルバムに入ってますね。でこのマザーっていう曲は作詞をクジラの杉林さんが、担当されていまして、お最近のザバカラクジラ青木のクソでは、ご自分が作詞された曲を作詞された曲を歌っているということが多いですね。でもあれですね、今回もそうでしたけど、最初の1番の A メロの後に2週目の A メロがあるんですけど、そこで楠木さんがボーカルになってって感じで、ボーカルを交代していく感じがなんか歌いつなぐみたいな感じが良かったですね。で、あとはと5分くらいか。これは最近コピーして練習してた曲ですね。学校という曲です。では聴いてください。
のブレーキ二人乗りの坂道立ち行きがつらい。